愛さんイーグス用中華なびらインタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、4月の25日月曜日、旧暦のうちなぐみでは3月の23日となりました。はい、新しい週がスタートしましてね、4月ももう最後の週ということでありましてね、もう週末からはねゴールデンウィークということでありますけどもね、なんかこうあまりパッとしないなという感じもしますね。さあゴールデンウィークの話はさておき、一昨日と読谷村では大にぎわいでございましたね。読谷ファーマーズ、はい、ユンタ市場がオープンということもありまして、私ども FM タンも土曜日はですね朝9時から現地からの中継ということでありまして、もう一日そこにおったわけなんですけどもね、午前中はあいにくの雨でございましたが、神事事がございましてね、そこで大雨の中ではありましたけども、テープカットなども行われまして、しかし何て言うんですか、雨降って地固まるって言うんですかね、はい、本当にもうすごい雨でございましたけれども、まあその後午後からはカラッと晴れましてですね、たくさんの方々が本当に来ておりました。読谷村の東滑走路跡地ですね、ここが本当にこう大きい川からですね、このザキミ川までの全てが車で埋め尽くされると言ってもいいぐらいですね、たくさんの車が駐車されておりまして、いろんな方があちこちから見えてたんだなと思ったりもしましたけどもね。さあ皆様お出かけになったでしょうか。ぜひ今日からは通常の営業をスタートしているということでありますので、地産地消、皆さんがゆんたくしながら、買い物をしていただく場にしていただきたいと読谷村長もね話しておりました。ぜひとも皆さんねお出かけください。そして地元の食材をたくさんいただいて健康になりましょう。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日もゲストをお招きしての1時間ということでお付き合いいただきたいと思います。お相手は中曽根智春です。ゆたしくうにげさびら。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。まあ11時沖縄気象台発表の天気予報が入りましたのでお伝えしましょう。本島中南部本日は晴れ、南東の風で波の高さは1メートルから後 1.5 メートル、この後の降水確率は 0% で、夕方6時から深夜12時までは 10% ということで雨の心配はなさそうですね。日中の最高気温は25度ということであります。明日も変わらず25度ですね。明日の天気は晴れのち曇り、夕方から雨というふうになっております。降水確率は午前6時まで 20%、 6時からお昼12時まで 30%、 昼12時から夕方、6時を経て夜12時まで 50% ということになっております。明日からちょっとなんか天気悪くなるのかな、下り坂のような感じもしますけれどもね、どうか、今日のうちに洗濯物もたくさんやってですね、土日遊んだ分今日頑張って遊んだ方は私ぐらいかなと思いますけどもね、皆さんも頑張っていただきたいと思います。さあそれではお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。ゲストを迎えての1時間今日のゲストはミュージシャンのですね知花辰美さんを迎えております。久々登場です。こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。読谷出身のミュージシャンの知花辰美です。よろしくお願いします、ね。もうなぜ今日知花辰美が来たかっていきなりでございますけどもね、はい、実は、もう皆さん新聞でもねご存知でありますけども、ご存知かと思いますが、今日は4月の25日、まあ、あのね 4.25 県民大会というタイトルが我々の目にまだまだノリに焼き付いてるわけなんですけども、それから1年ということで、そうですね、はい、2010年の 4.25、 そうなんですね、読谷のこの運動場で、そう約9万人と言われてね、9万人の人がね集まって、はい、うん、そう、この超党派、本当にもう沖縄の歴史上でも本当にこれだけの集まりね、うん、は初めてのことではなかったかなと、はい、まあ、そこで私たち FM メーターもね今回できたということであって、そこから中継をさせていただいて、そうですね、会場からサテライトスタジオで中継しましたね、あの時はね、みんなあのフジテレビとかね、うん、でかいこう何ですかね、ヘリも飛んでましたね、ヘリも飛んでたね各ビッグメディアがね、はい、内地から来てこう中継車でこう衛星放送をね、衛星中継をやってる中、我々は矢倉を自分たちで組んでね
超ローカルでしたけども、はい、めちゃくちゃ FM 読谷、PR しておりました。でも、まあ、この読谷の地、この読谷村のね、はい、飛行場跡地、まあ、ここ自体もね、基地であったというわけですから、うん、そういう意味では意味があった 4.25 県民大会ではなかったかなと、ね、そうですね、思うわけなんですけども、はい、まあ、その頃に、知花辰巳さんも、まあ、自分たちのイベントなど、それから平和を訴える若者の一人として私の番組にもね、何度か出演いただいたわけなんですけども、はい、まあ、今日はその 4.25 我々、まあ、先輩方はたくさんいらっしゃいますけどね、いろいろこう新聞紙上にも載ってるじゃないですか、はい、4.25、まあ、政治家の皆さん方もいろいろとコメントを出されてますけれども、我々が一回振り返ってみようかなということ で、今日はね、はい、辰巳に来てもらって、あの時、ね、4.25 県民大会もあって、まあ、実はその後ね、辰巳の方はこうピースミュージックフェスタというね、はい、辺野古で開催しましたね、あれも今回も2日間だったということになりましたね、はい、そういう時の話などもですね、まあ、このピースミュージックフェスタの方も、辰巳のおかげでこう出演するアーティストの皆さん方もね、はい、あの来ていただきまして、PR もインターネット放送もさせていただいたわけなんですけども、はい、その時の後それから辺野古はみたいなね、はいはい、ところもちょっと話も僕を聞いてみたいなということでね、今日はさまざまなね、いろんなこう話が出てくると思いますけども、うんうん、それに絡めながら今私たち沖縄の平和、それからあの時県民大会の思いは今どこにとか、それからもいろんなことがこの沖縄でも起きてきました、うんうん、そんなことも含めながらね、お互いはちょっと一回こうね、毎日忙しい中ではあるんだけども立夏 4.25 今日振り返ってみようよというのも ね、はい、言っていいかなということで、うん、今日はね、お付き合いいただきたいと思います。ぜひ皆さんのご意見もありもございましたらね、メール等でもいただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。さあ、そんなわけでありまして、まあ、昨日、はい、一昨日からと、うんうん、まあ、タイムス新報両紙もですね 4.25 の件でこうちょこちょことこう記事が載ってきたわけなんですけども、一個最初にちょっと伝えておきたいのは、はいはい、まあ、一昨日はその新報の方にですね、こっちのパーソナリティもやってました川口メリさん、あ、そうですね、はい、この大会の時には司会を、そうなんですよね、高校生ながらに司会を務めていたという、そうあれはすごかったですよね、頑張ってましたね、頑張ってたね、本当に威風堂々という言葉は彼女のその時にぴったりではないかなと思ったりもするわけなんですけども、うん、まあ、今朝の、ね、新聞からちょっと紹介したいなと思いますけどもね、これはタイムスの方に載っておりました、昨日の新聞かな、月曜日、今日ですね、はい、失礼しました、まあ、あの時県民大会ね、司会をしておりました川口芽衣さん、あの当時は読谷高校の3年生で放送部ということでありましたね、このコメントが載っておりますのでね、ご紹介したいと思います。県民大会の司会者としてステージに立った川口芽衣さん18歳、茶谷町現在いらっしゃるということであります。当時は読谷高校の3年で放送部に所属していたため、教師から勧められるままにマイクを握り、基地問題を聞かれても難しくて何も答えられなかったと振り返ります。一方で一人一人が必死で島を守ろうとしていた真剣な顔が全てこっちを見て訴えていて、正直とても怖かったと、まあ、舞台上から見てですね、そうね、そうだよね、気迫迫るものがありましたもんね、やっぱりね、実際ほら、あの辰巳も、はいはい、その時に、はい、エキシビジョンで歌ってたじゃないですか。そうですね、はい、どうでした？いや、やっぱりもう、すごい感無量というか感慨深かったですよ、うん、僕自身はその、まあ、ミュージシャンとして、はい、オープニングのですね、うんうん、この大会が始まる前に、うん、ミュージシャンが今回、まあ、2時間ぐらい、の枠でたくさん出たんですね。うんうん、でその中の一つとして、まあ、歌を歌わせていただいたんですけれども、うん、はいはいはい、やっぱりですね、うん、まあ、僕らもその2004年に沖国大にヘリが、うん、米軍のヘリが落ちて、うん、でその事故を受けて作った曲なんかもありましたので、ああった、ね、やっぱ そういう曲を、うん、このやっぱ県民大会の場で、うん、この9万人を前にして、うん、あそこで歌うっていうのは、うん、もうやっぱ気が引き締まる思いというか、もう本当に、うん、もうこの曲の一番なんか本領を発揮できる時は今じゃないかなっていうぐらいの気持ちでやりました ね本当だよね、うん、もうだってさ、ないでしょ絶対に。そうですね絶対に言ってたら失礼だけどさ、まあまあ、でもあれだけのさ、
いわゆる若い人たちが例えば何万人も集まってる中で辰巳が歌うことってあるかもしれないよ、うんうん、でもあんな全島からあるいは全国から集まってですよ、そうですね、世代ももう世代も本当にバラじゃないですか、うん、そういう中で辰巳があのね民のドミノって、はい、そうですね、かなりインパクトのある曲だったんですけどもね、はい、あれはねぜひ今日もねちょっと、ラジオ聞いてる皆さん方にもね、聞いていただこうかなと思ってるので、そうですね、ぜひ。あれは2004年の、あの沖国大のね、そうですね、ヘリが落ちた、米軍のあのヘリが沖国大に落ちた時に、うん、まあ、そのもう事故から1週間ぐらいでパッと作って、はい、やっぱなんかこれ今言わないと、うん、やっぱりこうないなかったことにされてしまうんじゃないかっていうのをすごい思って、うん、でこれをしっかりちょっと形に残そうということで、あの相棒の角膜社歌と一緒に、うん、作って、はい、で無料配布したっていう形なんですけども、それでは聞いてみたいと思います、はい、まずはお届けしましょうね、デューティフリーショップ&角膜社歌、民の富の、
さあお送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日は、ミュージシャンのですね、まあもちろん読谷出身ということで千葉の辰巳さん迎えてお話を伺っております。まあ 4.25 県民大会から1年ということで、あれから1年、本当にこう我々の生活は変わったんでしょうか。本当にこう未だ私は変わってないのかなというような感じがしますよね。本当にあの時点でいろんなことも起きてました。その前の年2009年の11月には読谷村の方で読谷ひき逃げ事件、皆さん覚えてますか。本当に悲しい事件がですね、読谷村のそばで、確かあれは読谷村祭りの時だったんですけどもね、ひき逃げ死亡事件起きましたね。アメリカ陸軍鳥居通信施設所属の2等軍曹、はい、未だその事件も解決しないまま、それから県内ではあれからもたくさんの事件事故が、米兵による事件事故、関わる事件事故等がたくさん、行われて事件が起きておりましてですね、それについても解決に糸を見出せない。しかも、地域協定というもので全て闇に葬られるというような、そんな現状があります。つい 2,3 日前も皆さんご存知ですか、トリステーションのビーチで、アメリカ軍が砂浜に護岸を作り、都や漁港の皆さん方、それから読谷村議会、村民の皆さんがもう猛烈に抗議をしています。それに関しても地位協定でという、もう全てその4文字で、全てがこの4文字で闇に葬りされるというようなことがですね、毎日続いているわけですね。本当に一体我々沖縄はどうなるんでしょうかというようなことをですね、投げかけていきたいなというふうに思います。辰巳さん、はいはい、はい、今ちょこっと話してましたけど、はい、まあ、2009年のその11月にもこういうひき逃げ事故等があってですね、ですね、はいはい、あの時も私たち12月13日の日にですね、読谷村は村民大会をこの中ホール、あ、中ホールじゃないや、文化センターの、ね、中庭 で、はい、米軍人によるひき逃げ死亡事件に抗議する読谷村民総決起大会ということで、そこでの中継もね、やりましたけれども、はい、本当にもうなんかわからないよね、何が正義なのか。うん、俺は本当にそういう意味ではあの当時の安田村長が言ってました、もう国や警察が何もできない、うんうん、じゃあ我々は一体誰に頼ればいいのかと。そうですね、うん、そういう印象的な発言でしたね。重い言葉でしたあれは、うん、あれは本当に印象的な言葉でね、そういう意味ではたくさんのですね、この米軍人に関わる事件事故に関わった親族の皆さん方とか、うん、関係者の方は本当に安田村長のあの言葉のことをですね、同じようなことを僕はずっと思ってらっしゃるんじゃないのかなと、はいはい、僕はもう強く思いますよ。パーソナリティとしてこのラジオでこういうことが言えるっていう分だけ、僕は本当に一人の代弁者としてね、もっとマスコミは伝えるべきじゃないのかなと。どれほど苦しい思いをされてるのかと、うん、これが逆だったらどうなってたかなと、うんうんうん、日本人がね、はい、まあ、そういうことあってはいけないんだけどね、はい、そういうことを考えるとアメリカ国民はそれでいいのかなとかね、うん、こんなにも沖縄県民を悩まして苦しめてっていうのを本当に思ったりもするんだけど、うんうん、まあ、それがおそらくあの、1年前の県民大会の時にね、そうでしょうね、集まってきたんじゃないかな、うん、やっぱりこのこういう、まあ、まあ、米軍関係の事件事故というのは本当にまあですね、戦後ずっと後を絶たずに、でしかもやっぱり結果がこちらのまあ県民側の納得いく形ではほとんど解決しないできてますよね。だからそういうその一件一件のもう事故の問題というよりは、これはもうシステムというか構造上の問題として欠陥があるからそういうことになってるっていう、だからやっぱりその県民としてはそのシステム自体を改正してくれっていうのがまず一つで、その基地に対しての賛否とかっていう、まあ軍隊そのもの
に対しての賛否っていうのはまたそれぞれ人の意見の立場あると思うんですけども、うんうんうん、少なくとも今のシステムは欠陥だと、うん、だからそのことに関してはそれぞれの主張は置いといても、うん、そこだけは改善しないと、うん、沖縄このままではダメだっていうことで初めてこの超党派オール沖縄が実現したっていうことですから、うん、まあこの50年前に作られた今のね、あの日米地位協定が、はい、あの当時、うん、50年前って言ったら我々生まれてないな、うん、でもまた親とかおじおばたからの話聞いたら、はい、例のコザ暴動に関しても、はいはい、騒動に関してもねそうだろうし、やっぱりもう本当にこううちなんちゅがもう占領下の元にいるようなね、うん、そういう思いをするわけよね、うん、要はね、そうですね、うん、要は人権のない沖縄がそこにあったわけだ、うん、これはもう事実として、その後にしかそういう沖縄のね人権保護っていうものも出来上がってないわけよ、うん、やっぱりその、うん、黙ってても、うん、勝手に人権をこう良くしてなんか守るようになってくれたりはしないんですよねそうそうそう、やっぱりそれはこちらから主張して要求して掴み取っていかない限りは、うん、向こうはもうやっぱいいように使いたいというだけなので、うん、だからやっぱその辺でどうしても声を沖縄人たちは上げ続けないといけない。でも怒るのって本当にこう疲れる、エネルギーがいることだし、本当だったら多分沖縄の人怒りたくないっていうのが一番正直なところだと思うんですよね。だから本当にね、僕はこの事件事故に関わった沖縄県遺族の皆さん方とかも含めてね、本当になもうね、誰に何を伝えていいのかって分からんっていう思いはね、はぎしぎしっていうの、そうなんですよ、うん、絶対そうだと思うよ俺、うん、怒り続けておかないといけない、出ないと生活がキープできないっていうところが、うん、に落とし込まれてるところが僕はすごく問題じゃないかなと思ってますね、うん、本当にね、そういう意味では、まあ、今日こういうふうにね辰巳と俺番組やりたいって思ったのもね、はいはい、こういうことを持っておかないといけないわけさ、うん、俺たちはよ、うんうん、若い我々がね、おそらくね、あの 4.25 県民大会の時にね、僕は主催者側とかがね、その若い辰巳なんかにこうエキシビジョンであれだけ2時間の枠をさ、はいはい、本当に若い方々がその平和のためにっていう風な思いで、うん、あのステージに立った。でもみんなほら一曲一曲ぐらいずつ、そうですね、はい、たくさんのジャンルの方々に、うん、民謡から、それからラップからダンスもありました、周りのダンスもありましたね、いろんな方々が関わってその音楽を通して発信する、うん、その音楽っていうのはもうほら言葉を超えるじゃないですか、うんうん、ね、その思いでやっぱり伝えていくっていうのがやっぱり受け継がれたんじゃないのかなと思うんだよな、うんうん、どう辰巳としてはさ、あの県民大会以前以後としてさ、うんうん、どんな心の変わりがあったかな。まあ心の変わりっていうのに関して言えば、うん、まあ、僕自身はもう今まで続けてきたことを淡々とやってる延長っていう、うん、まあ、つもりで、その前も後もいるんですけども、うんうん、もともとだから自分自身がその沖縄に生まれ育って沖縄で生活していながら感じる等身大のことを歌おうっていう中に、どうしてもやっぱその基地問題とか戦争のことっていうのはテーマとして出てこざるを得ないんですよね、うん、はい、もうだからそういう、まあ、自然にそういう曲が生まれてくる中で、まあ、ああいう形で、県民大会の時に歌わせていただくとかいうようなことだったり、うん、まあ、その音楽を通して、メッセージを言える場というのを、うん、むしろ自分たちが作っていこうというような動きをずっとまあしていたんですけども、うんうん、それはなんでかっていうと、やっぱりその言葉とか文字というのは、うん、はっきりその伝えられるんだけども、うん、はっきりやっぱ意見が分かれてしまうから、うんうんうん、もうその明確なスローガンとかにこう賛同できる人とできない人が立場で分かれてしまうというところがすごくあるんですよね、うんうんうん、ただ音楽に関してはやっぱそこを突破できる唯一のものだし、むしろその賛成も反対も何も意見を持ってない、うん、まあ、無党派層というか無関心な若者たちっていうのの心に一番スッと入ってきて問題提起ができるっていう、とても有効なものだと思うんですよね、うん、で僕はやっぱその県民大会もそうですけども、まあ、その後去年の10月30、31に、うん、辺野古でピースミュージックフェスタっていう、まあ、コンサート、を開催したんですけども、まあ、2日間で3、40組のアーティストが、はい、ミュージシャンが集まって、うん、そこで、まあ、ロックだったり民謡だったりラップだったりもいろんな音楽を、うん、まあ、奏でたわけですけども、それは
答えをも僕らは持たずにやったんですね、はいはい、それは何かというもちろんあの僕自身も、うん、関わる一人一人それぞれも自分なりの意見とか答えっていうのあるはずなんですよ、みんなね、うん、だけどそれを全部突き詰めていったら最終的にはやっぱみんな割れてしまうんですよ、うん、だけどあの僕一つやっぱまとまれるって思ったのは今沖縄の人たちが、うんとりあえず死の子の言わずにオール沖縄で団結しない限りはこの状況は打破できないっていうのと、うんその内地からも沖縄を応援したいと思ってくれてる人たちがたくさんいる、うん、その人たちを沖縄に、呼んで表現してもらう場も作りたいっていうことを、うん、それをその一番今、ね、やっぱり問題となっているその辺野古のその場所でやりたいっていうことで、うんまあ5年間やってるコンサートなんですけども、まあ、そういう形で、賛成反対は来た人がその、まあ、賛成反対っていう言い方もね僕ちょっとすごい雑な分け方だなと思うんですよ、うんうん、じゃなくて、まあ、そのじゃあどうすればいいのっていうこととかはまた来た人それぞれがそこから考えていく、ね、そこで出会った人たちからコミュニケーションしていくっていうことでどうにでもできることだと思うんですよ、うんうん、ただやっぱもう知らないとかもうなんか関心持ってないうちにどんどん決まっていって、はいはい、いつの間にか沖縄がどんどん変わっていく、うん、悪い方に転がっていくっていうようなことだけはやっぱ良くないだから、うん、もうとにかく、まあ、僕らはそこでコンサートをすることで現地に来てもらってまず見て、うん、あこの海なんだと、うん、この海を埋めて今基地を作ろうとしてるんだとかっていうことをまず目の当たりにしてもらって、うん、じゃあもっといい方法があるのかとか、うん、どうなのかっていうことをみんなそれぞれ話すっていうのが大事じゃないかなと、うんに思ってます ね、 そうだね、あ本当にこう沖縄の基地問題っていうのはもう降って湧いたものではなくそうです、ね、もうずっと、うん、本当にその沖縄のスタート、ね、琉球ではなくてよ沖縄という文字のスタートからね、うんこの問題はみんな持ってきてるわけよね、はい、でそれが歴史上もちろんストロッコで生活する方々もいらっしゃるわけだから、うん、全てにおいてどうではないんだけども、うん、でも今辰巳が最初に言ってたこの仕組み、うん、その今みんなが言ってる日米地位協定、うん、その部分の改善をやはり日本政府は沖縄だけという問題ではなくて、うん、日本政府としてやっぱり今まで本当に放置してきたと言っても過言じゃないぐらい、うん、だからこそそういう状況に立ってると、はい、やはり声をね若い者も我々もみんな含めてねやっぱり上げ続けていかなければならないと、はい、そう思います。それではですねここで1曲聴いていただきたいと思います、僕のやってるデューティーフリーショップ角膜釈迦の、曲からサウスティンジャナシ。
送りしておりますのはデューティーフリーショップ&角膜社会で、サウスティンジャラシ、はいはい、これはなんか俺なんか新鮮な感じがするの。あ、そうですか、うん、これ2005年に、出たシングルで、はいはい、タミノドミノはですね、この曲のカップリング曲だったんですけども。そうなの。はい、これはまあ、これのカップリング曲。そうですね、こっちが A 面でやったんですけども、で、まあ、あれですね、これは琉球王朝時代の、はいはい、をモチーフにして、そことこの現代が交差して、その沖縄のアイデンティティを問うみたいな内容になってるんですけども。いいなあ、これちょっと俺ちょっとマークしたって感じだね今ね。 ありがとうございます、はい、なんか俺いつもなんか千原辰巳ってとか言うと、はい、すぐ民のドミノそれがすごいインパクトがあったので、はいはい、いつもこれかけてたんだけど、あ、次からはちょっと一つジャンルが増えましたな。 ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、はい、さあというわけでサウスティンジャナシを若干聞きながらね、はい、話進めてまいりたいと思いますが、まあ、4.25 県民大会の時はこのオープニングイベント、ね、エキシビジョンで辰巳も含めて、はい、いろいろね、近所しげるさん、けんこさんなんかもね、はいはいはい、ね、来ていただいて、その後また私たち の、 そのサテライトスタジオの方でもね、出ていただきましたので、その時の模様をね、ネットの方でも未だ見ることができて、はい、未だにカウントが上がってます、あれ、うんうん、県民大会のすごいすごい、本当にちょっとびっくりするんだけどね、はいはいはい、ぜひ皆さんも機会がありましたらね、振り返ってみていただければなと思います、うんうんうん、そうですね、はい、FM 読谷のユーストリームので、ね、アーカイブで見れるということですね。そうそうそう、見れますのでね、よろしくお願いしたいと思います、はい、そしてあの時は それ以外にもね、東山夏樹さん、はい、ね、それから民謡歌手の村吉茜、ね、そう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 、ね、それとテノール歌手のね、はい、矢野信之さんもね、うんうん、来ていただきました、ね、あと読谷 の、 ペンションマーミナーの相沢めみさんもですね、そうそうそう、歌っていただきましたね、はい、松林流妙武館による空手演舞、はいはい、そして、最後はねキムタクの雨割りということでね、うん、やっぱキムタクの雨割りのダンスは圧巻でしたね、うんうん、インパクトあったね、あれはとってもやっぱこの場にとてもふさわしいというか、そうそうそう、あれだけの舞台にね、うんうん、本当にこうあれだけでかい舞台にもかかわらず、うん、あれだけの迫力を、ね、堂々とね、出せたっていう、やっぱああいう形でこう、うん、場を華やかすっていうのが、その怒りで集まってる場を、うん、その歌で和ませたり、うん、踊りで華やかしたりするっていうところが、僕は沖縄のとってもなんか一つとっても特徴的で、うん、魅力の部分強みじゃないかなって思います、うん、芸能っていう部分ですね、芸能っていう部分でな、うん、だから要はそのなんて怒りっていうものに対しての、うん、そのな何かその本能的な部分で、うん、いわゆる闘争にはなかなかもう今の時代いかないじゃないですか、うんうんうん、昔だったらそれさ今さっき言ったように、まあ、コザ暴動ね、暴動とかね、はい、そういうのがあったりとかしたはずだけど、うん、今の時代そうじゃないさな、うん、ある意味そういう芸能とか平和的な、まあ、表現の中で怒りを伝えていく、まあ、やっぱりだからそういう形を取らないとやっぱ50年も60年も起こり続けてられないじゃないですか、だからやっぱその今例えばお笑いの県内の FEC が、ね、うん、そうそうそう、お笑い米軍基地とかいう形でこう、ね、うん、基地問題をネタに笑いに変えてやったりとかですね、うんうん、ああいう形っていうのは僕すごい大事と思ってて、うん、ああいうことでこう消化していくからこの、うん、なんか抑圧された生活っていうものをやっぱある意味こうリセットしながらですね、うん、その問題をキープでき、問題意識をキープできるのかなと、ね、うん、いうところありますよね。だよね、うん、あれがそのままさ、本当に自分たちがその怒りというもの、うん、騒動、暴動等をですね、そうですね、受け継いで生きてたらもう復讐ね、もう普通の生活じゃないよね、絶対そこはね、うん、やっぱそうなってしまうから、うんうん、ある意味そういうことでは今回の先ほど言ってたなピースミュージックフェスタにしろ、うん、それからこの 4.25 のオープニングイベントにしてもね、うん、そういう音楽でやっぱ伝える、やっぱり音楽っていうのはそもそもそういうものさな、うんうん、やっぱテーマ伝えるっていうそういう、歌でよ持って、うん、その歴史をから歴史に移り変わっていくっていうものを、はい、一つのメッセンジャーだからね、うん、そういう意味ではこんなイベントにこういうものを取り入れるっていうのはやっぱり沖縄独特のものじゃないのかなと思ったりもするよね、そうですね、例えばなんか国会議事堂とかでさ、うん、反対運動とかやっててこんなイベントやってるわけないのかな、空手の演舞とかやらないよね、そうやらないよね、うん、だそういう意味がやっぱりすごい強い沖縄らしいね、うん、やっぱり部分だと思う、ね、そう思いますね、うん、なんかだからこのやっぱ僕県民大会がそのあった時に、うん、すごいネットの声とかでやっぱちょっと誤解されてる部分っていうのを感じたのはやっぱその例えばまあ、沖縄の人じゃない人たちからすると、
沖縄がこう県外移設を訴えてるということで、うん、こう、まあ、ああいう形で怒りのね黄色をみんな、うん、はいはい、イメージカラーの黄色を身にまとって、沖縄にいらないってこう声を上げるときに、うん、その怒りの矛先が自分たちに向いてるような気がして、うんうん、じゃあ沖縄はその自分たちのところにいらないものをよそに持っていけっていうのかみたいな感じのこう批判というのがまあ結構あったと思うんですけども、うん、その県外の方からですね、うん、でも決してまあ僕らはそういうつもりでは誰一人やっていないじゃないですか、うん、まあ、もちろんそこまで過激に言う意見というのも当然あるんだけども、うん、お前の県に持っていけよという意見もあるんだけども、じゃなくてその、まあ、僕らがしたかったことっていうのは多分あのこれだけもう本当に沖縄人たちが苦しんでるっていうことを全国の人たちに全国日本全体の問題として共感して分かち合ってほしいっていうことだったと思うんですよね、はいはいはい、確かにそういう意味では、まあ、今回の例えば原発の問題も含めて、うん、ね、福島の県知事がさ、うん、あのコメントされてたこと、はいはい、全国の皆さん、うん、知ってくださいと、福島の現状をと、うんうんうん、私たちはこれだけの、問題を抱えているのにもかかわらず、うん、こういうことが起きてしまったと、うんうん、でこれが本当に沖縄と同じような、そうですね、もうほとんど構造としては全く一緒ですもんね、うん、本当に安全ですよって言って、うん、インフラを整備したり、うん、ね、やるばらまき作戦じゃないですけど、うんうん、政府はそういう形での、まあ、これをやらざるを得ないのも分かるけれどもね、うん、でも現実をしっかりと対話がなかったっていうのがね、どうなのかなと、うん、やっぱりだからそのどうしてもまあ例えばゴミ処理場にしても、うん、米軍基地にしても原発にしても、うん、やっぱその普通に考えたら迷惑な施設っていうものがこう身近にこう来るっていう時に、うんうん、どうしてもやっぱりもう反対意見のをある程度抑え込みやすいその、はいはい、まあ、過疎の地域だったりとかですね、うん、そういうところにどうしてもそういうことが降りかかってくると、うん、でその地元の人たちだけではもう跳ねのけようがないんですよ、うん、国策だから、そうだね、うん、だからそういうところにやっぱりその全国の人たちが、うん、それを一緒に考えて本当にそれでいいのかっていうのをやっぱやらない限りは、そんなもう地元の人たちだけで、例えば沖縄で言えば辺野古の人たちだけとかで解決できるような話では絶対にないんですよ ね、まあ、そのためにまあ議員の皆さん方がいて、村民やそれから県民国民の声というものを公平に持っていこうということでね、その方々がいらっしゃるわけですから、ぜひともですよ、それぞれの、票の元の声をですね、やっぱり発揮していただきたいなというふうに思います、本当に皆さん頑張っておられる、それぞれの立場で頑張っておられるかもしれないけど、もっともっと民意を、もっと地域の人たちの声をね聞く努力をしてほしい、それは国会議員から総理大臣から含めてですよ、村議員それから行政職員も含めてやっぱりみんなが対話しようという努力をお互いがやっていかないといけないと、議員だから、自分たちやってるさとか行政だからとかあるいは国会だからいいさというものではなくて、今回のことでみんなおそらく去年の 4.25 の県民大会もしかり、それから、それからのいろいろな数々の事件事故、そして今回起きた震災含めてみんなが今メディアを通して日本という国に対してですね思いを得てるんですね今、もうみんなが、ね、自分たちのことだけじゃなくてもう日本全体としてっていうことを考えると、本当に今こそですね、本当にそれぞれの行政機関議員の皆さん方が本当に対話をね、重んじていただきたいなと、だから辰巳なんかもどんどん音楽でもってねやっぱり訴えて言ってもらいたいなと、そうですね、やっぱり一人一人はとても、まあ、無力というふうに感じてしまいがちなんですけども、これがこう集まった時のこの世論っていうものは、ある程度 この社会自体を変えていくも原動力にもなるし、やっぱりそれはすごいもう脅威にもなり得るものであるので、その世論ってすごい僕大事だと思うんですね、それが本当に時代を後押しするし変えていくものだと思うから、だからやっぱその一人一人が自分が一人そう言ったところで何も変わらないっていうふうに諦めてしまうんじゃなくて、やっぱそう思った人が、ね、隣の人周りの人たちっていうのにこう話をしたりっていう草の根的なところから、
やっぱりこうひっくり返っていくものだと思うんですが、うん、今はもうインターネットも普及してて、うん、それぞれがこう自分の思っていることをインターネットで世の中に発表できる時代になってますので、そうそうそう、うん、個人が発信できる時代だからね、うん、そうですね、だから本当にこのままでいいのかっていうところっていうのはやっぱり、それぞれがどんどん声に出して言うべきじゃないかなと、うんねうん、確かに思いますね。今回のトリービーチのその砂浜のね、護岸工事の件でもね、ある読谷村の議員の方がね言ってました、うん、地域協定分かると、防衛施設局長の施設局の方がね、うん、言うのも分かるんだと、これはもう致し方ない基地内のことだから、はい、でもそれでいても我々が、あ、だったら村民みんながよ、あ、それ基地の中のことさと、うんうん、我々も魚が取れなくなっても仕方ないさって終わってしまったら終わりなんだよ、そう、そこをダメとかなんとか誰も何とかしてくれないから、そうそうそう、そこはもう、うん、自分たちがやっぱり何か起きたら自分たちあんた方見てるよっていうことをね、うん、それは一つ目での対話でもあるし、うん、行動でもね必要なことだと思うわけ、うんうんうん、そういうことをやっぱりやっていかないといけないということです、そうですね、ですから本当に我々の海が今危なくなってるっていうこともですね、うん、知っていかないといけない、これはもう辺野古も含めて、うん、今回のトリービーチの件も含めて、はい、僕は本当そう思うんだよ、はいはい、うん、もちろんそこだけじゃないですよね、うんうん、もういろんなことが起きてるから、だからやっぱ複合的な問題だし、うん、やっぱそれぞれ一見違うように見えて実は関連してる一つの、まあ、やっぱ国のシステムの中で起こってるいろんな枝葉の問題ですから、うんね、まあ、ぜひ私たちは私たちなりで放送を通してやれるべきことを、ね、はい、していこうと思ってます、はい、今日もね辰巳交えてのコメントアウトしております、どうぞ、はい、皆さんのご意見も、何なりとお待ちしております、よろしくお願いします。はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。4月の25日、昨年9万人近くの方々が動員されました 4.25 県民大会から1年、私たちの生活は、それから沖縄は、日本はと、本当に、一つ一つ何か解決する術っていうものを本当に今わらをもつかむ思いではないのかなと思ったりもします。読谷村における米兵ひき逃げ事件も解決の意図をたどってなく、それから普天間飛行場の問題に関しても、そして、先だって2万2000人の余りの方々が第3次カネラ爆音訴訟をスタートしました。私たちに静かな夜をと、つくづくまたここ最近私もね同じ読谷に住んでますけれども、本当にね朝早くもう4時ぐらいから、私も起きたりする場合があるわけなんですけどもね、アメリカ軍のエンジン調整音が聞こえたりします。先日の嘉手納高校の入学式、卒業式も無論、挨拶をも聞こえないぐらい大きい音がですね、この式典を本当にこう妨害しているのごとくですね、私たちはああいう生活の中で生きているのかなと思うと本当に悔しくなってしまいますね。ぜひこの現実を誰かが伝えていかなければならないということで、今日はこの時間もですね、その 4.25 県民大会の時に
ミュージシャンとして出演していただきました知花辰巳さんを迎えての1時間ということで番組を、進行させてまいりました。辰巳さん、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。思いはねたくさんあるんで我々は時間は足りないですけれどもね、はい、それぞれの場で、まあ、私はこう放送の場で辰巳はまたステージの上でね、うん、それぞれの思いを、伝えていく、また、伝えていく伝承していくのも我々の責任かなと、うん、今の時代を生きる、はい、我々にとってはね、バトンをね渡していかないといけないですからね、うん、また後輩によ、はい、またもまたそういうなものをまだまだ受け取らなければいけないバトンが多分たくさんあると思うので、うん、そういうことをね、今の時代やっていく必要があるのかなと思ったりもします。まあこれからの辰巳の活動はどうなのかな。あ、でもその前に、うん、メッセージが来てるんで、マジ？ぜひぜひこれを、ありがとうございます。キャサリンスターさんからメール来てますね。お、ありがとうございます。ます、中瀬さん、ゲストの辰巳さんお元気ですか。今日は仕事が休みなので朝からラジオ聞いてます。ありがとうございます。辰巳さんのお声聞くのがなんだかとても久しぶりに感じます。4.25 から1年、やはり時間は酷なもので、正直新聞記事を見るまで頭の中から忘れ去られていました。ラジオや新聞で取り上げることの大事さ、改めて感じながら聞いております。また沖縄のメディアと首都圏のメディアの温度差にも少し悲しみも感じます。とはいえ、伝える人がいれば聞く人は必ずいます。FM メタ、頑張ってください。辰巳さんの沖縄に対する情熱、あふれんばかりに伝わってきますよ。今後も活躍期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。キャサリンスターさん。はい。ね、今ありました、うん、ぜひ頑張ってほしいと思います。そうですね、うん、はい、やっぱり、まあ、僕らミュージシャンというのはもう音楽をやることしか、うん、今それを聞いてもらって、それをやることでまた皆さんに、はい、いろんな機会を作っていくっていうことしかできることはないですので、うん、もうそれをやっぱ一人一人が精一杯やりたいなと、うん、でやっぱりこのもう基地問題っていうのは もちろんずっと沖縄にあるものだけど、今この、まあね、東日本大震災を受けて、はい、とてもそういうことがまたかき消せ、もう吹き飛んでしまうようなぐらいのやっぱ今一大事になっている中で、でもこれをこうみんながそっちに気を取られているうちにいろいろと進められたり決められてしまうこともあるかもしれないので、やっぱり僕らはそっちの方にもまあ注意をしながら見守、状況を見守っていかないといけないっていうこともありますし、でやっぱりこのどうしてもあの震災を受けてもう国民一人一人もみんなそのこれからの生き方とか国の在り方っていうのを一度考え直すやっぱタイミングにどうしても来てしまったと思うんですよね、うん、だからここから それぞれがどういう未来を子どもたちに託してつないでいきたいかっていうところを今その実際に社会を動かしている僕らの、うん、僕ら自身が、それをいい形でですね、うん、未来につないでいけるようにやっぱここでこう切り替えをね、うん、していかないといけないというふうに思います、ね、うん、確かにね、はい、本当に、そういう意味では我々が今金目かもしれないな。そうですね、頑張りましょう、ね、はい、はい、ね、ピースミュージックフェスタは、はい、今年はどうなの。そうですね、今のところちょっとまだ次の、開催予定というのが、まあ、目処は立ってない状態なんですけれども、うんうん、まあ、一旦ちょっと体制を立て直しながらですね、うん、状況を見てまた必要な時に、ね、いつでも動けるようにしていきたいなと思っています、ね、本当にたくさんのアーティストの方々がね、はい、本当に手弁当で辺野古まで足を運んでいただいて、そうです、ね、遠くは北海道からも、ね、そうですね、来てたということもね、はい、伺いました。でも本当に、全国には本当に日本を愛する方々がたくさんいて、うん、ね、それぞれの基地の問題や原発の問題、うん、それから先ほど話がありました東日本大震災の件、うん、いろんな形の問題が本当に、積算されております、うん、でもそれぞれ、足元でしっかりとですね、うん、それを受け止めてですね、一歩ずつ足を運びそうですね、いくっていうね、もうまずはやっぱ、うん、一人一人が声を上げることからですね、ね、はい、ぜひ、頑張りましょう、はい、ね、というわけで、今日はですね、ミュージシャンの千葉辰巳さんを迎えてのですね、この番組インターンジャー出番ですよで 4.251 年を振り返りましてですね、まあ我々プロじゃないからね、大きく振り返ることはできませんけれども詳しくは新聞対応するのでということで、締めていきましょう。ただ、私たちが伝えたいことは忘れないでおきましょうということだけは ね、うん、この番組を通して伝えさせていただきました、はい、機会があったらまた皆さんもね、辺野古とかにもね、うん、本当にドライブ型でいいですからね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、うん、現場を見ていただきたいと思います、そして普天間基地もぜひ、行ってみてください。
あの、かかず高台に登っちゃえばね、分かりますよ、どんだけ大変なことになってるのかということをね、知ることができると思います。そしてこの読谷飛行場跡地、はい、返還された後、このセンター地区で、平和を願いつつですね、本当にこう先ほども初めてのね、この民間施設、うん、JA ファーマーズ読谷が立ち上がり、この返還跡地でもってですね、経済が動いてきます。そういうことを願いながら、普天間基地の問題もですね、何かのきっかけに、解決のきっかけになるのではないのかなと思ったりもします。もうやっぱりこの元山、うん、ね、読谷村長の、ね、山内特進元村長が言ってたように、うん、このくさびを一つずつ打ち込んでいくんだと、そういうことですよね。そう、本当ですよ。ぜひとも一つずつ、みんなの力で、自分たちの足元から頑張っていただければなと、我々もやりましょう。はい、辰巳さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ。今日は 4.25 から1年ということでですね、その時オープニングイベントで、歌っていただきましたユミタン出身のミュージシャン千葉辰巳さんを迎えての1時間ということで、そして今、バックで流れているのは、もちろん、その時もね、ご出演いただきました村吉あかねさんの曲をお届けしながら、今日はエンディングということになりますけど、今日もエンディングですね。さあ、お送りしてきましたインタンジャー出番ですよ。また明日この時間にお耳にかかりたいと思います。また明日。